Hey everyone, Kido Sean here, so welcome back to another episode of Emiya-san Kyo no Gohan. So let's go ahead and get right into the Tsukimi Dango episode. Wabam. よ坊主、邪魔するぜ。ああラサ、今手が離せないから適当にくつろいでてくれ。なあ、その対応はあまりに雑すぎねえ。俺と坊主の仲じゃねえかよ。慣れてるからこの対応なんだろ。だいたい一昨日も来たばっかりじゃないか。この時間にランサーがいることに不本意ながら違和感がなくなってきました。まあ、言い換えればそれくらい馴染んできたってことか。それより、タイガの姉ちゃん帰ってるか？藤姉なら部活だから、もうしばらくかかるだろう。チートばかし来るのが早かったな。タイガの姉ちゃんから月見酒に誘われててよ。なんだ、お酒準備しといてって言ってたのは何かと思えば。ランサーを誘っていたのですね。しかしそうなると帰ってくるまで俺はどうしてたもんかね。適当にテレビでも見てたらどうだ。あいにく俺とセイバーは準備で忙しくてな。なんだ、今日の夕飯の支度中か。それにしちゃ随分手間をかけてんだな。今日は十五夜だから準備するものがいろいろあってさ。そのススキも十五夜ってやつに必要なのか。ああ、十五夜にススキは欠かせない。商店街でも飾ってる店は多いんじゃないか。なるほど、今日はやたらとススキが売れ上がるとは思ってたんだが。この辺じゃ自生してないからお店で買っていく人も多いんだろう。言ってくれりゃ店長に頼んで分けてもらってきたのによ。まあ毎年この時期になると藤姉がどっかから持ってくるから。でも今年はセイバーたちもいるから団子を作ってお月見をやろうかと思って。団子ね。酒の魚にはなりそうにないが、まあいいか。坊主、俺も何か手伝うぜ。待ってるだけじゃ面白くねえからな。そりゃ助かる。じゃあ一緒に月見団子を作ってくれないか、ランサー。おう、了解だ。今日は他にもけんちん汁を作ろうと思って材料は揃えてあるんだ。旬の野菜をたっぷり使ってるからこいつは絶対うまいぞ。お、汁物か。肌寒くなってくるとあったかいものが嬉しいからな。シロ、私は何を手伝えばいいですか。そうだな、調理の方は手が足りてるから縁側の飾り付けを頼んでもいいか。わかりました。見事にススキを飾り付けてみせましょう。そんじゃこっちは月見団子とけんちん汁だな。早速取り掛かろうぜ、坊主。今回のメニューはうちも結構な人数。よし、一丁やるか。まあ、頑張ろう。All right, we have to get our tools. Are there's a plating? Is it over here? I don't know where the plating is. Yo, where is the plating at? Oh, there it is.Horrible. Horrible. That's okay. I can bounce back.
3 games? Alright, let's hope these 3 games can build up more points here. I feel like that first game is gonna kill me. Already a bad start. Ah, should've just pushed up. I don't think I'm gonna be able to get all the points. I'm not getting enough points here. This last game better give me like a crap load of points. I don't know if I got it or not. Ooh, barely got it. Alright. Alright, and then we're unlocking all the other stuff. Nice. いただきます。本当にうまい。サーバントは食事の必要はねえが。 うまい飯を食うのはいいもんだな。しかし、タイガの姉ちゃんも大変だな。すっ転んだ生徒を家まで送ってくるって？大会に向けて、弓道部も大事な時期だからな。むしろ、藤姉がついててよかったよ。 タイガが帰ってきたら、改めて一緒に月見をしましょう。そうだな。団子もけんちん汁も藤姉の分は取ってあるから。酒の魚とは言い難いが、団子もけんちん汁も悪くなかったな。特にけんちん汁は体が温まっていい。中の具材も気に入ったぜ。お団子ももちもちで美味しかったですし、色々な味を楽しめましたね。 月明かりの下でする食事はきっと不思議な感じでしょうね。まあ電気が消えてると何かと不便だけど、たまにはそういうのもいいよな。
ところで、そもそもの月見だけどよ、月を楽しむ以外にも意味があるのか？ただ月が綺麗ってだけで団子食ったり酒飲んだりはしないだろう。今みたいに月を見ながら宴会をするのは平安時代の頃からの文化って言われてる。へえ、芸術ってのは俺にはよくわからねえが、月に何かを駆り立てられるってのはあるかもな。まあだけど江戸時代頃になると豊作に感謝する意味合いも加わったみたいだ。なるほどね。となるとこの団子やすすきにも何か役割があるんだろう。まあすすきは魔除け、月見団子は月への感謝、農作物は豊作への感謝っていう意味合いがある。あのすすきには魔除けの力があったのですね。まあ確かに豊作はありがてえよな。米がなけりゃこうして酒も飲めやしね。まあ米はもちろんだけど、俺としても腕の振るいがいがある季節だよ。食欲の秋ということですね。ほう、十五夜ってのは収穫祭みたいなもんか。でもよ、それまで頑張ってきたご褒美の日だろ。なんで日本人ってのはこんな時までおとなしいんだ。もっと心置きなく騒げよ。そんなことを言っていると、せっかくの綺麗な月が雲に隠れてしまいますよ。まあランサーの言う通りかもしれないけどさ、たまにはいいんじゃないか、風流をたしなむってのも。俺にはわびさびはわからねえが、形式ばらなくったって恵みに感謝する気持ちは持ってる。坊主もたまには羽目を外してみるんだな。そうすれば違った物事の見方ができるってもんだ。羽目を外すか。まあたまになら悪くないのかもな。そうだろそうだろ、試しにどうだ。タイガの姉ちゃんが来るまで月見酒に付き合うってのは。いや、それは遠慮しておく。So we unlocked two new ones. Okay, the Osechi is a little different compared to the other Osechi. Yeah, it looks like the Osechi is different compared to the other Osechi dishes. And so far, everything else is kind of the same. So I'm assuming this and this are different. And of course, this is different because it's like Lancer's ending. But next episode, we'll go ahead and do the Persimmons one. So thanks for watching, guys. Hope you guys enjoyed. And I'll see you guys in the next one. Laters! We'll be right back.